はい、今回の動画は、Amazon で PayPay アカウントを追加する手順をご紹介します。で、2022年の5月から Amazon で PayPay アプリを使って支払いができるようになったので、今回の動画ではその Amazon にですね PayPay アプリをですね使えるようにする手順をご紹介します。 で、これをやるにはで PayPay、ね、の方で本人確認の方が終了していないとできませんのでそのやり方はですね、以前動画で紹介している動画がありますんでその URL はこの動画の下の概要欄のところにも載せておきますので本人確認ができていないよという方はですね、まずはね、そちらの動画を参考に本人確認の方を済ますようにしてください。 はい、それでは Amazon に PayPay アカウントを追加する手順ですけども、まずはね、スマートフォンで Amazon のアプリを立ち上げてもらって、自分のアカウントでログインをしてもらった状態で、画面の下のところにある人みたいなマークのところですね、こちらをタップをしてください。はい、そうするとご自身のアカウントの画面に切り替わりますんで、このですね、画面の上の方にあるアカウントサービスというところをタップします。はい、次にこの支払い住所というところの中にあるお客様の支払い方法というところをタップをしてください。 はいそうすると、このお支払い方法の画面に切り替わりますんで、この画面のね右上の方にある追加というところをタップします。はいそうすると、この中に PayPay アカウントを追加という項目がありますんで、こちらをタップをしてください。はいそうすると、このね Amazon では本人確認済みの PayPay アカウントのみご利用いただけますということで、先ほども言ったようにですね、本人確認が済ましている PayPay アカウントをここからね追加することができますんで、この PayPay アカウントを追加というところをタップをします。 はいそうすると、この Amazon と PayPay アカウントを連携しますという画面にね切り替わりますので、この画面の下のところですね、上記に同意して続けるというところをタップをしてください。はい、そうするとね、これでご自身の PayPay アカウントと Amazon が連携できた状態になりますので、次回以降ですね、PayPay アプリを使ってですね、Amazon でお支払いができるということですね。 はい、であとですね、実際に PayPay を使った支払い方法なんですけれども、購入したい商品を、ね、カートに入れた状態で、この、ね、注文を確定するところの画面に、ですねこの支払い方法という項目がありますので、こちらをタップをしてください。はい、そうするとね、このお支払い方法の選択の中に、ですねこの PayPay マネーポイントという、ね、項目が追加されていると思いますので、こちらにですねチェックマークをつけることによって、PayPay で支払いができるということですね。 はい、といったことで、今回の動画では Amazon と PayPay アプリをですね、連携させる手順と、そのね、支払い方法を簡単にご紹介しましたけども、普段ね、PayPay を使っていてですね、この Amazon の支払いもですね、PayPay に統一したいという方はですね、こちらで連携をね、してもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。